バイカイカリソウは、メギカイカリソウ族の多年草。地下系は、褐色で、海上。質は硬く、硬いヒゲ根を多数出す。茎の高さは20から30センチメートルになる。葉は、1から2回二出腹用で傭兵が長く、小葉は、長さ2.5から5センチメートル、幅2から3.5センチメートル、歪んだ卵状から、卵状大型で、先端は、二部頭。 木部は心形で、やや射形、縁は、四条の毛がないか、あっても、木部の耳部だけに少しあり、小場に商用兵がある。葉の裏面には開けでする細毛があるが少ない。下記は4から5月頃。茎先に、相乗過剰を出し、やや下垂して、計10から12ミリメートルの白色の花を数個つける。学編は、内外2列で8個あるが、外側の4個の外学編は幕室。 小型で早く落ち、4個の内学編は、卵状皮脂型で、花弁状になり、花弁と同じ長さになる。花弁は4個あり、東卵型で、先端は、鈍型で、長さ6ミリメートル。基部には、怒り相続の特徴である怒り状の巨がなく、密縁がない。雄髄は4個、皮脂は1個ある。日本固有種。本州、四国、九州の団体から温帯に分布し、 産地の林内、林園に生育する。和名、媒介カ,カリソウは、媒介カ,カリソウの意で、花に虚がなく、形が、梅の花に似るイカリソウであることによる。種小名ディフィラムは、双葉の、二生用のの意味。ありがとうございます。